もう EV はいらない、いらなくなる未来が近づいてきました。日産の新型燃料電池がとにかくすごいんです。既存の EV のデメリットを克服したこのことが何より重要なんです。既存の EV というととにかく世界的にインフラが整っておらず、インフラが脆弱だから EV には乗らないという方も多いはず。アメリカの自動車協会の発表によると EV が今後、快適に使用できるためには、全国24万6千基の充電ステーションが新たに新設されることが必要と発表しており、その数を単純に日割り計算すると、1日になんと400基以上の新設が必要であると言われている事実があるんです。1日に400基以上の新設なんてとても現実的には不可能な数字となってくるんです。ガソリンに代わる自動車を普及させるには、このインフラの整備が絶対的に必要となることは言うまでもありません。そこで今、日産によって開発された革新的な燃料電池が世界から注目を浴びているんです。今、自動車業界は大きな変革の時期を迎えており、地球環境を守るためという大義名分で EV の普及が進行中なんですが、その道のりには多くの課題が存在するのも事実。そういった背景の中で新しいソリューションを求める動きが活発化してきているんです。日産が世界を変えてしまうかもしれないんです。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系、特に洗車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。現在世界から目を向けられているのが、日産が開発した最新の燃料電池技術なんです。日産は2023年1月、革新的な燃料電池、e バイオフューエルセルを搭載した自動車を発表しました。この e バイオフューエルセルは、従来型の燃料電池技術をしのぐ卓越したパフォーマンスを備えており、現行の EV 市場に革命を、もたらす潜在能力があると見ている専門家も少なくないんです。では、この燃料電池の一体何がどのようにすごいのでしょうか？今回は、そんな日産によって開発された、自動車業界を変革させうる、可能性を持つ、新世代の燃料電池について紹介していきます。まずは燃料電池車について簡単に説明しておくと、基本的に燃料電池車は、水素と酸素が化学的に反応することで、生み出す電力により、モーターを駆動させるものです。この車の最大の特徴は、運転中に水以外の副産物を排出しないため、環境に対する影響が非常に小さいという点があるんです。しかし燃料電池車には水素貯蔵タンクや、燃料電池のようなコストの高い部品が必須であったため、結果として車両本体の価格も上昇し、水素燃料の生成にも、一般の EV の充電に比べて多くの経費がかかるんです。またインフラの整備に関しても同様の課題があり、水素を供給するためには専用の水素ステーションが不可欠ですが、その設置には相当な投資が必要であり、 EV のチャージポイントに比べてもその数はまだ十分ではありません。さらに継続運転距離においても問題点が見られるんです。 EV ではフル充電で約 200km から 300km を走行可能ですが、燃料電池車では約 500km 程度可能となっています。ただし、これはガソリン車の 500km から 800km と比較するとやや劣る部分もあるのも現実なんです。これらの課題を抱える燃料電池車ですが、その先進的なシステムは未来の車として理想的であり、広く普及するまでには時間がかかると今のところは予想されています。そうした中で日産が開発した新型燃料電池により、これらの難点を克服する可能性が高いと見られているんです。では、その新型の日産電池技術の注目すべき点について見ていきましょう。まずその技術は環境への優しさに期待が大きくできます。従来の燃料電池自動車が行っているように、水素と酸素を反応させることで電力を生成する点は変わりありませんが、その水素をバイオマス資源から得るという部分が大きく異なるんです。この方法によりバイオマス資源からエタノールが生成され、このエタノールを使うことで炭素排出量を実質ゼロ近くに抑えるカーボンニュートラルなサイクルを完成させることができるんです。次にエタノールを用いることが配給の容易さというもう一つのメリットを提供します。エタノールはガソリンと比較しても入手しやすく、燃焼性も低めであるため、既存の供給インフラの制約をほとんど受けません。
それにより市場への導入がスムーズに行えると見られているんです。水素のような高い爆発リスクもなく、インフラ設置に関する費用も抑えられることができるため、普及が速やかに進展する可能性が高いと言えるんです。またこの新技術が示す3番目の特徴はその効率性の高さなんです。電力生成のプロセスにおいて、これらの特性が我々の移動手段を一段とクリーンかつ効率的にすることに寄与してくれるんです。日産が開発した最新の燃料電池車は、これまでのモデルに比べ発電の効率が大きく向上しており、単一充電でさらに遠くまで走れるようになっているんです。日産によれば、この新型燃料電池 e-biofuel セルを使用した車両は、充電あたり 650km 程度の走行が可能だとされています。これはこれまでの燃料電池車よりも約 30% も航続距離が伸びたといえ、この航続距離はガソリン車とも比肩できる水準であり、現行の電気自動車を大きく引き離す、駆逐できる性能を持っていることから、これまでの燃料電池車の課題を著しく克服していると期待されているんです。量産化に向けた取り組みも活発に行われている日産は、2025年には市場への導入を果たし、2030年までには水素燃料電気自動車、FCEV の年間販売台数を100万台にまで増やすという壮大な計画を立てています。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに。あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに。これにより EV や従来の燃料の進化を超越した新型の燃料電池車は、急速に市場普及を遂げることが予想されているんです。現在テスラや BYD をはじめとする海外メーカーがリードする EV 市場も、この新型燃料電池車によって大きな変動、もしかすると、EV を完全に駆逐してしまう可能性が起こりうるかもしれないんです。日産のこの技術革新が実際に流行を生み出せば、EV の市場動向に大きな影響を及ぼし、日本が自動車産業において、再び主導権を握る機会が訪れるかもしれないんです。日産が2016年から取り組んでいる e-biofuel セル搭載車両の実験は、ブラジルにおいて順調に進んできています。ブラジルでは同社の商用 EV-ENV200 を公道での試験走行を展開してきました。ブラジルはサトウキビから作られるエタノールの大生産国であり、1930年代から国家がエタノール燃料の生産を推進してきた結果、現在では世界第2位の生産量を誇っているんです。そのブラジルでは乗用車の燃料としてエタノールの利用が普及しており、多くの給油所ではエタノールとガソリンが共に供給されているんです。つまりインフラにおいてもこれと同じ方法で日本でも普及が容易にできることもすでに分かっているんです。それぞれの価格を見比べ自由に燃料を選択できる状況が整っているため、フレックス燃料車の市場投入が活発なんです。こうした状況のもと、ブラジルでは日産の新しいタイプの燃料電池車がテストしやすい環境にあり、その新技術を採用した日産の施策車は、ENV200 に新型電池とバイオエタノール燃料を組み合わせたモデルであり、単回充電で 600km 以上を走行可能となっているんです。e-biofuel テクノロジーには、車内でエタノールを製造する能力もあり、バイオエタノールに限らず、天然ガスなど多岐にわたる燃料を利用可能なんです。また、高活性な特殊な触媒を不要とするなど高温下での動作も、可能である点がメリットなんです。これらの利点を持つ新型電池により、日産はブラジルにおいて、テストを成功させつつさらなる発展を遂げており、2025年の本格的な市場導入に向けて、早期から多くの顧客の関心を集めることが予想されているんです。とはいえ、問題点もあります。それはエタノールの過剰利用がもたらす問題なんです。食料への影響や価格の上昇は使用量の方により引き起こされる可能性も当然あるんです。これはエタノール生産にはサトウキビやトウモロコシといった農産物が使用されるためなんです。世界では食料不足に苦しむ地域が多く存在し、エタノール生産用の原料を食料として彼らに提供すべきだという考え方も出ているんです。将来的にエタノールを燃料とする車両が増加すれば、こうした問題はさらに顕在化するかもしれません。このような危惧を払拭するために、遺伝子組み換え技術の活用が、有効な手段として今研究されつつあり、
遺伝子組み換え作物を使えば、エタノール製造に際し、食料として消費される心配もなくなり、大規模な生産が可能になるんです。しかし、食料供給の観点からも穀物の使用には、慎重にバランスを取る必要があり、EV の二の舞にはならぬよう慎重に検討する必要性も当然あるんです。電気自動車 BV と比べるとエタノール燃料車には、複数の利点が認められるため、これからの開発と普及が今後の自動車業界にとって朗報であることは間違いありません。そして将来的に燃料電池車市場は12兆円規模へと広がりが見込まれているんです。富士経済の分析結果によれば、2021年度の燃料電池システムのグローバルマーケットは、3734億円規模であったものが、2035年度には12兆5813億円に発展するとの予測が示されているんです。2015年度からの数年間は、その市場規模はじりじりと伸びてはいましたが、2021年度を境に、市場拡大のペースは急加速しているんです。この拡大は、社会全体が脱炭素に舵を切る流れと合わせ燃料電池を活用した。EV やバス、トラックなどの普及や、産業や商業の現場での具体的な採用も影響を及ぼした結果とも見えるんです。中でも物流セクターにおけるトラックは、多量の CO2 を排出しており、水素を燃料とする燃料電池が期待されています。事実、トヨタ自動車や日野自動車のような日本の企業はすでに、大型 EV トラックの開発、試行を進めており、2022年の春には、これに関する実運用を通じた実証実験も開始されているんです。この時目指す航続距離は約 600km に設定されています。さらに、EU やドイツ、フランスなどが発表している積極的な水素戦略に目を向けると、大型トラックを含む商用車分野での水素の活用が強調される傾向もあるんです。商用車における燃料電池技術の導入に対する期待は全世界的に広がっており、そのような流れの中で日産が開発した e バイオフューエルの技術が注目されているんです。今回の開発は、インフラ整備の不要性とコスト効率の良さが何より特徴であり、物流作業などにおいて役立つ技術として見られているんです。日本国内においては、自動車産業ではハイブリッド車が徐々に普及しており、電気とガソリンの併用により、環境への配慮が進んでいます。もしこの先、電気とバイオ燃料を同時に利用することが実現すれば、走行性能や使い勝手の向上はもちろん、より環境への負荷を軽減できる、夢のような自動車社会の構築ができる可能性も秘めているんです。そして日産が取り組む燃料電池 EV の技術開発と、その実用化へ向けた努力に今後も注目していくことが重要だと言えます。このように技術の日産が世界に新しい価値を提供している中、お隣の韓国が障害になろうとしているんです。韓国環境省は少し前の2015年12月から2016年4月の間に韓国内で販売されたディーゼル車両を対象にした調査を実施し、その結果として、韓国日産が販売する車が不正な排ガス制御をしていたと発表しました。この問題の中心にあったのは、窒素酸化物の排出量を調整する役割を果たしているガス再循環装置なんです。韓国日産の自動車に関してエンジンの吸気温度が35以上になる状況下では、この装置が機能しない仕組みになっており、韓国環境省はこれを排ガス規制を回避するための不適切な手段だと指摘したんです。環境省はその後2016年6月7日に日産及び、同社の日本人トップを大気環境保全法違反で告訴し、対象となった824台の車両にリコールを実施するとともに、約3100万円の罰金を科す決定を下したんです。これに対し日産は強く反論し、BGR が35度で停止する設計はエンジン加熱のリスクを回避するためのものであること。またこの自動車が韓国の環境基準に適合していると主張し、何ら問題がないと主張を見せました。もし環境省の不正の指摘が取り下げられない場合、日産は法的措置をも検討していることを示唆したんです。また韓国国内ではこの問題に関連して日産に対し、8人の消費者が車の購入代金の返還を求める訴訟を起こす動きもありました。一方で多くの韓国市民は韓国環境省に対する不満を抱えている模様なんです。韓国の中央日報によると日産のシステムは海外でよく見られる方式であり、
欧州でも同様の操作が許可されていると報じています。地方のネットメディアも多くのディーゼル車で装置が44度から45度で停止する設計になっており、日産特有の問題ではなく韓国環境省の決定には疑問が残るという意見も公表されているんです。さらには地元経済紙が韓国環境省は35度の設定がなぜ問題なのかを未だに公表せず多くの疑問を呼んでいるという記事を掲載し、韓国環境省の判断に対する批判的見解を示しているんです。このように理不尽な扱いを受けた日産は2020年に韓国からの完全撤退の計画を発表しました。前年の販売台数が大幅に減少し、2019年9月には前年同月と比較してわずか58台の販売にとどまるなど、韓国での日産の状況は厳しかったことも理由に挙げられているんです。技術により世界を変えようとしている日産ですが、このように海外からは圧力をかけられることも多々あるんです。そうしたことに負けず、しっかりと新しい燃料電池により明るい未来を作り上げ、日本が再び世界に躍進できる世界を作ってほしいところなんです。負けるな日産。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念としてこの度メンバーシップを始めました。基本的にはこのチャンネルを今後も応援していただける、月に1杯のスタバのシェケラートフレットをおごってやろう、そんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録、グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。